ご視聴ありがとうございます。ボスピックです。 Days Go、 今回の動画内容はこちら、ベンド150の、間違えました、電気ダート弾を使って大群を倒していきたいと思います。そして衣装にはダース・ベイダーをテーマとしたネロの兵士のディーコンでやっていこうと思います。まるでスターウォーズのようなデイズゴーンを皆さんにお届けしたいなと思っております。この青い閃光、まるでスターウォーズのワンシーンを見てるかのようなこの戦闘風景、そしてこの銃の発射する音、ピュンピュン、この小峠の頭に向かって発射するこのピュンピュンを、スコープを覗いてピュン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 、そしてこのピュンピュンが目立つように夜間で戦闘するっていうのもね、味があります。このね、ピュンピュンのね、いいところは何ですかね、ドラム缶とかのギミックに一発打ち込むと時間差で勝手に爆破してくれるっていうのがすごい強みです。でこのね、小峠たちに対してこの電気ダート効いてんのかってとこだよね。さあどうかな、効いてんのかな、なんかビリビリしてたまにね死んでんだけどね、なんで死んでんのかよくわかんないよ。なんで死んでんだろうね、どうやったら死んでんだろう。これダメージはちょっとずつ入ってると思うけど、一体何発食らわしたら死んでんのか、ちょっとこれは調べる価値がありそうだな。あとでちょっと野生の鹿とかね撃ってみたいと思います。それまではピュンピュンしていこう。今日はね、ピュンピュンディーコン、ピュンピュンディーコンですね。もうピュンピュンディーコン、ピュン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 、はい、小峠の頭にピュン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 。そしてこのギミックもしっかり使って、そして今日の主役のこの電気ダート弾もピュンピュンしていく音じゃです。ピュンピュン大丈夫です。至って普通です。ボスビック至って普通のボスビックです。ではちょっとね、気を取り直してピュンピュンしましょう。もう終始ピュンピュンしていきます。さあご覧ください、このフリーカーの気持ちよさそうなピュンピュンよりピュンピュンによりね、気持ちよさそうにしてるねフリーカードを見ていただきたいなと思います。もう下ネタ全開、これはもう一箱無料さんのツッコミが気になってしょうがないボスビックです。ほらギミックはね、ちゃんと時間差で倒してくれるんで非常にいいんですけど、まあ何倒せなくね。今気づきました、これフリーカーなかなか倒せないと今さら分かってきました。この武器の仕様がギミックには強いけど、フリーカーに対しては逆に気持ちよく刺して気持ちよく刺して終わってるってね。逆にツッコミどころ満載のこの動画に対してコメントをスルーするっていう確率も高いです。一泊無料さん、ぜひね、コメント欄も注目して見ていてください。やはりですね、この視聴者さんありきですよね、 YouTube の動画って。ただ一つだけ言えることは、ちゃんとこう作った動画に対してリアクションをして くださるっていうのがね、非常に嬉しいと思っております。本当に皆様いつもありがとうございます。そんな真剣な話をしながらピュンピュンしていきます。あ、これしびれてんのが近づいてくるだけでもギミックが発動するみたいですね。ちょっと一発だけ撃ってみます。これで多分爆発する、一発でいくんだ、一発無料なんですね。先ほどの話の続きなんですけども、まあコメントとかねしていただけなくても、視聴していただいてるだけでもう本当に感謝しかありませんので、今日はですね、本当に全ての視聴者さんの皆様に感謝を込めて、気持ちのこもったこのピュンピュンをね見ていただきたいと思います。それではいきますよ。本当に皆様いつもピュン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 、本当にありがとうございます。今の本当に気持ちを込めて打ってみました。まあ気持ちを込めてどう変わるか分かんないですけども、まあ少しでもね、この気持ちが届けばいいなと思っております。それではですね、ちょっと減りそうにないので、まあ実際ね、他のまあ、敵に対してこの電気ダート弾撃ってみて、どんな感じなのかっていうのをねちょっと見ていこうと思います。ではちょっと強ポジを使ってフリーカー倒せるかやってみたいと思います。まあ強ポジね、ビリビリしてんのを連発するっていうのもちょっと見応えあるんじゃないかと思うんで、
じゃあ集まってきました、集まってきたので、で近くでやると自分もくれてしまうんですよね。倒せてないな、死んだね一体。どうすかこれ、全然死なないわ、ダメだこれ。では次はですね、ちょっと狼いましたんで一発撃ってみます。一発では死なないみたいですね。もう一発撃ってみましょう。3発目。あ、3発かな。待ってください。1。痛がってる。2発。あー痛がってる。3発。おお、感染した狼は3発で仕留めることができます。では続きまして、感染してない普通の狼いきましょう。1発。2発。2発ですね。感染してない狼に関しては2発でキルすることができると。これ一応あのハード2なので、ハードだったらもしかしたら一発で倒せるのかもしれません。じゃあ次はですね、あのナイフ縛りの時に使った、まあ、大群が帰っていくというね、この仕組みを使ってのちょっとこの電気ダート弾フリーカー検証をやっていこうと思います。多分数が少ない場合はしっかりと攻撃が入るみたいですね。やっぱりね、数が少ないとしっかりと倒せます。ただ大群になってしまうとどうしても分散してしまうのか分かんないんですけど、倒せなくなってしまうんですよね。ネロのスタンガンも同じ原理だったんで、複数体いると威力が弱まってしまうのか分かんないですけど、本来であれば、まあ、2発撃てば倒せるんですよね。それがね、やっぱね、大群になるとこう固まってる時に撃っていくと見ていただきたいんですけど、なかなかね死なないと。まあこれ死んでますけど、まあ言うてもまだね6体7体8体9体10体結構いけるかもね。まあこのやり方だったら大群の殲滅も可能みたいですけど、まあこの遠距離でね、ただただこの電気ダート撃ってるっていう絵面も面白くないんで、これはやりませんが、次回は残ったベンド150の残った弾、こちらがマジでチート級の性能になってますんで、ぜひとも見ていただきたいなと思います。今日はちょっとふざけすぎてしまいましたが、次回の動画はですね、本当に爽快なフリーカーたちを殲滅する動画になると思いますので、期待してお待ちください。それでは本日の最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the-